あなたの先生は身近にいる。やはり人は大きな木から学びたいと考えるものです。しかし山にはたくさんの木が生えています。どんなちっぽけな木でも、どんなに醜い雑草でも、それぞれ価値を持って生きています。しかし人は自分よりも大きなものに気をとらわれやすいものです。人生において本当の学びは実践の中にあります。話し手の話し方や話す内容によって人は引き込まれ、より多くのことを学ぶことができます。しかしその学びも自分を悩ませる子供や部下の前ではなりを潜めるものです。本当の学びはその実践の中にあるのです。面白い映画を見ると感動し感情移入するものです。しかしつまらない映画には関心を示さず、嫌な感情が湧き出てきます。これは人と人との付き合いの中でも同じことが起こります。話がうまくて人間的にも魅力がある人の話には耳を傾けるが、つまらない人の話は邪険に扱う。邪険に扱われたその人はどんな気持ちになるでしょう。これが子育てや社員教育の大きな問題を作り出します。それをわからない大人たちは、あいつはダメだ、あいつは分かってないと言うのです。聖徳太子が言っています。人は意見を聞かない者のことを愚人だと言う。そして自分は聖人だと。しかし互いに凡人に過ぎない。聖人だと思っている人は格式や立場が強い人に弱く、そうでない人に強くなるのです。幸せで豊かな社会を作りたければ、目線を下げ普通に暮らしている人のことを真剣に考える。その心が社会全体を引き上げ、社会全体が豊かになるのです。弱い人が強い人にすがるのではなく、強い人が弱い人を支える。これこそが真の社会貢献なのです。人は困るから考える、考えるから行動に移す、行動に移すから成長する。実は自分を悩ますその人こそあなたにとって先生になるのです。前回も同じことを言いましたが、人には同じことを100回言えと言います。だから何度でも言います。過去の偉人や先生よりもあなたを成長させるもの、それはあなたを悩ますその人たちです。その人たちこそあなたの先生なのです。